よいしょ。さて、あ、これ回送列車になるんや。車内からもう壊れ気が出ますけど、まあ、急ぎもしませんから、ちょっと大垣の間と寄ってきましょう。いや、結構お客さん乗ってますね。いいことで、さっきも来る途中でね、列車がフォンフォンってね、警笛鳴らしたんですよ。何かなと思ったら、あの沿線のね、ちっちゃい女の子がお母さんと一緒に手をね、運転手に向かってわーって振っとってね、それで、はい、か、お返事でね、ポンポンと鳴らしたってわけだったんですね。なかなか微笑ましい光景でしたよ、うん。さあ、ちょうどこれでお昼過ぎ、12時半になってないぐらいですからね、まあ、お昼場は混んでるでしょうね。こんなとこは開くんよ。オラガそば入っとるんや。オラガそば安くて美味しいですもんね。レジ袋、あ、ここもモルカとかだ。あ、南省って一の目に入っとるあれか。一の目で使ったことあるな。美味しいですよね。名金も入っとったっけ。で、普通のこっからね、普通の YouTuber でね、こう鉄道系とかやってる人やったらね、こっからもう身の赤坂乗ってるとかね、やるわけなんですけどね、まあまあね、眠たいんですよね。まあ、あのね、毎度のごとく朝駅から動いてるじゃないですか。これね、朝早く起きてね、動いてるわけじゃなくてですね、単に貫徹してるんですよね。よってね、実は相当眠いという、うん、そうなんですよ。みんなね、夜勤なんでね、どうしても夜起きてっていう生活なんで、まあ、変な話、感覚的には今夜の10時過ぎぐらいの感覚なんですよね。そうするとまあまあ眠気が襲ってくるわけなんですよ。さっきご飯も食べたしね。ドトールもあるし、どうしようかな。美濃赤坂行きは39分。ああ、まだ30分以上ありますもんね。ちょっと美濃赤坂待っとったら大変かな。から金沢とかの方に向けるんですね。すごいな、いろいろ丸ぶっきもある。大垣から四日市までは1520円。おお、まあまあいい値段します。ちなみに覚えとこう。あ、これそう、このままね、そのアクアウォークのようにつながって、そうアピタに行けるんですよね。で、アピタの手前にラムーンできたんですね。すごいとこに作りましたね。また青木とか山田電機と合同なんや。へえ、屋根もついて便利ですね。このまんまアピタに入れるというね、すごいですよね。さすがにこの、あ、混んでるね。すごいですね。混んでるだろうな。うわ、風すごいな。はあ、さてね、まあご飯はね、弁当食ってたんですけど、まあちょっとね、デザートがてらソフトクリームをね、ペロペロしながら、ちょっと時間を潰しとったら、なんかちょうどいいぐらいの時間になってきたんですよね、出発に。うん、まあこれはもうせっかくなんで、美濃赤坂あっちの方まで一回行ってみますかね。まあここからもうこのまま戻ったら、一応養老鉄道では元が取れてますしね。往復するのか、片道だけでそこからまた東赤坂の方に抜けるかは後から考えようかな。まあまあ距離ありそうなんですよね。近かったらね、歩いて10分ぐらいだよって感じやったらね、やったらね、一発ね、片道乗ってそこから一間散歩やってねってね、気軽に言えるんですけどね。
ちょっと気軽に言うには距離があるみたいでね。よいしょ。これもローソンあるんや。せっかく来たんですから記念チャージだけやっておきましょう。もしかしたら南赤坂はチャージできないかもしれませんからね。よし。子育ての町とかって言ってよく性能運輸のにも貼ってありますもんね。大垣市熱が。ここはベルマートなんですね。で、39分。よし。じゃあね、行きますか、南赤坂。ね。ということで、まあ、ここは IC カードで、ピッてやっていきましょう。はい。風の吹き抜きや気持ちや、セジフリーチップなんかも置いてある。ね。案内も出てますね、素晴らしい。ね、伊勢路素晴らしいじゃないですか。で、こっちでいいんやな。私は間違えたかな。ああ。買い求めください。マジか。マジか。ここで言われてしまった。もうちょっと手前で買い取ってほしかったな。そうなんや。ああ。ありゃ、どうしような。新快速乗ってきます？乗ってってもしゃあないけどな。まあ、せっかくなんでちょっと別のところ行くか。失敗したな。もう2分で出発しちゃいますからね。ダメだ。今から駅員さんにすいません書いてくださいとかって言ってね、やってね、なんてやってたら確実に間に合いませんよって言ってたらなんか来ましたよ。物流量減ってるんですかね。どうなんでしょう。日曜日ですからね。で、これね、はい、南赤坂ね、方面ターミナル、はい、ちょっとまたリベンジしましょう。前原行き、普通前原行きなんて来てますね。これね、乗っちゃったもんな。どうしたな。豊橋乗り箱アルン鉄道も切り欠きホームが2つあるのか。面白い。それも面白いことや。新快速乗ったら次岐阜まで行っちゃうのか。さすがにそれはやめときましょう。一駅でいいや。いろいろと誤算続きですね。せっかくだから垂水鉄道の乗り場見ていきましょう。垂水鉄道も行こうかしたいよ。いや、しかし大垣はターミナル日和な場所だからですね。こっちが7番線も使うけど、6番線置くか。こっちが垂水鉄道ね。これまただいぶ困ったところに作ってあるんですね。
IC カード類は、タルミ鉄道でやはり使えないですね。タルミ鉄道面白そうですよね。今日は休暇ね。タミ組とかあっちの方ね、タルミの方ずっと抜けていくってんで、薄摘み桜でこれね、あの淡い隅の桜って書いて、これで薄摘み桜っていうのが有名でね、一回見に行きたいんですよね。なかなかシーズンの時期にね、ちょっとね普通の桜の時期ともずれるんですけど、何せ今年はねあんなことがありましたからね、コロナなことがありましたから、どうしようもないです。さあ、これがタルミ鉄道のターミナル。あ、なるほど、枕木をこういう感じでね、ターミナルってことね。はい、ターミナル押さえました。いや、本当大垣はターミナル宝庫ですね。で、こっからタルミ鉄道はずっと伸びて、こっからまたスーッとね、スーッてこちらまで逃げていくっていうね、面白い構造ですよね。タルミ鉄道は大垣を市場にしてるんですね。まあ普通そうですよね。あそこがちょっとイレギュラーですからね。あの伊勢鉄道が一番最初の川田駅は3番からスタートするっていうね、あの1番2番をあの四日市、南四日市に割り振るというね、まあ便宜上そっちのがね、四日市まで行くことが前提ですから。次が豊橋行きの快速ってどこまで行くんや。米原方面、普通まだだいぶ時間あるもんな。岐阜まで行っちゃうよな。まあ岐阜行ってトンボ帰りしましょうか。仕方ない。ねえ、あ、どっちにしとしたら奥、あ、でも関原とかでもまだ行けるんだね。ああ、飲み物買ってゆっくりしとこう。あ、大体こっちにしたくなりますよね。よいしょ。昔はこれのやり方わからんかったけどな。もう今やすっかり IC カード買うのも慣れましたね。よいしょ。向こうに電車が入るけど、あれは前原の方行くやつかな。快速は次の停車駅は岐阜かな。快速で入る。ちょっともう一息か。